どうも、こんばんは、イネムです。今回は東京グールリインボーク激闘コクリア攻防戦の A に、こちらのパーティーで挑戦していきたいと思います。プレミアムで登場した微妙に辛い古田二村ですね。こいつと、黒い死神佐々木敗生を前衛に並べて、後ろにはこの2周年で登場した石金木ですねを置いて戦っていきたいと思います。この2人並べるのめちゃくちゃロマンがあると思いませんか。はい、というわけでやっていきましょう。本当にやるんですか。いいね、この並び見たかったよ。じゃあ普通に攻撃して石金木にはスキルを打たせたいね。とりあえず古田にバフをかけていきたい。で、死神の方は避けれるんで、避けれるっていうね、かなり優秀なんで、んで使って、これ古田ミラーだな。で、死神でバフをかけていきますか。バフじゃねえ、スキル打ってブレイクしていきますか。で、死神はブレイクバーストトリプル S マイナスかな、多分持ってるから自分にバフかかって、そこ突破できるのかな、微妙いな。この古田で突破できるかどうか微妙だけど、戦いますね。いや、突破できなかったか。まあでも避けるから、そして相手の攻撃力下がってこっちは防御力上がってるから、出血とかしてこない限り大丈夫なはず。さあ死神避ける、そう、避けて最後まで生き残ってくる。はーずれー。さあ有馬の時ちょっと強くない。有馬の時さちょっと強くない。使って、でこいつもちゃっかりね、デバフかけていきましょう。 OK 使って、でデバフかけて、僕は負けない、僕だ、いいね。めちゃくちゃ伸びるな、カグネ。で古田使って、立場上戦いますね。親指アタックで金木使って、うわー、でもここ金木使わなくてよかったか、もしかして。普通に殴ってたら倒せてた説あるな。で最後、さあ石有馬だけど武器耐久値多いんだよなこいつ。古田使って、古田がね武器耐久値を削るスキルじゃないんで、まあ、シフト3つ残ってるから死神はね2回あのスキル打てるから、まあ、ブレイクはできる。で、まあ、とりあえずデバフをかけて、僕だ、 OKOKOK 強いね。やっぱ縛ると結構手応えあるねこのクエスト。コクリア攻防戦なかなか敵強いから。で死神出して、でブレイクしていきましょう。いやー、このターン中に倒せるかちょっと微妙だな。で殴って、で金木出して、いやこのターン中には勝てねえな。ってなるとシフトはちょっとここで残しておくか。シフト残して次のターンもブレイクしなきゃいけないから、一応ここはもうスキルって削れるだけ削って、シフトを2に残した状態で次のとこ回ってきてほしいから、スキルも残しておこう。あ、でもスキルシフト2だったら結局このか金木に回ってくるだけで死神に2回回ってこないのか。まあでも1回スキル打てるだけでブレイクまで持っていけるだろう、多分ね。おっとっと、危ないよ。デバフちゃんとかけてるよ、いいね。でスキル打って、僕だ、おら削っていきましょう。いや強いね、やっと半分切ったあたりか。僕だ、せい、やるな。で死神を出して削ってブレイクしていく、いけ、駆逐でお願いします。駆逐でお願いします。
この単中に削れるかな。で金木出して、いや、いけそうっちゃいけそうだな。最後古田のスキルで決めたいんだけど、どうしても僕だ。どうしても古田のスキルで決めたいおじさん。微調整だよな、ここら辺。いけそうっちゃいけそう。いや、行ってくれ、頼む。親指アタック。いや、ギリギリ足りなかった。2ターンではつけれなかったか、最終フロア。あぶねー。あ、これやばい。やはり有馬を倒すのはこいつということか。決めてくれ。僕だ。結局金木剣ということが古田にはできなかったな。はい、ということでですね、今回熟練で 100% 武器強化マックスにした古田二村と、死神廃生をですね並べて国立攻防戦挑戦してみました。いや、なかなかいいシチュエーションだし、ロマンのある戦いだったね、ということでお疲れ様でした。また次回の実況動画でお会いしましょう。